アトピー性皮膚炎に悩んだ芸能人トップ14。アレルギー体質の人や皮膚のバリア機能が弱い人に起こりやすいとされるアトピー性皮膚炎、多くは幼少期から発症するようですが、大人になっても悩みを持っていた芸能人は少なくありません。そこで今回はアトピー性皮膚炎の症状で苦しんだ芸能人について、衝撃度順にランキング方式でご紹介しましょう。第14位、広末涼子。透き通る白い肌の女優さんというイメージがある広末涼子さんですが、幼少期はアトピーで悩んでいたと語っています。改善のために食事療法と合わせて入浴方法にも気をつけていたそうで、ぬるめのお湯にゆっくりとリラックスして入ることでストレスを軽減し、入浴後は保湿クリームを塗って十分な保湿ケアを行うことで改善したようです。第13位、保坂直樹。俳優であり、現在は通販コンサルタントとして年収10億円を稼いでいると言われている保坂直樹さん。元からアトピー性皮膚炎だったそうですが、テレビドラマの撮影のために化粧とステロイド剤を併用してしまい、アトピーが悪化したといいます。保坂さんは秋元康さんに紹介してもらった免疫療法の先生のもと、約2年かけて食事療法を行い、時には1週間の断食、1日1食を実践してきました。またウーロン茶の一種のガン茶を積極的に飲み、利尿作用、抗酸化作用、リラックス効果を高めることで保坂さんの肌は改善されていったそうです。第12位、岸谷五郎。幅広い演技が魅力の岸谷五郎さんは、幼少期にアトピー性皮膚炎に悩んでいたことを明かしています。岸谷さんの場合は大量の水を飲んだり、ニンニク風呂で30分ほど半身浴を続けたことでアトピーが改善したそうで、個人個人に合った対策を講じる必要があることを語っていました。第11位、堀内健。お笑い芸人の堀内健さんは現在でもアトピー性皮膚炎の治療を続けています。幼少期からアトピーを患っており、番組内でも顔や体をかくなどの仕草が見受けられ、ひどい時には血が出たり産んだりするようです。改善に努める堀内さんですが、そんな堀内さんを傷つける番組があったことをご存知でしょうか。それはトンネルズの番組にて、アポなしで突如タレントの家にお泊まりするという企画があった際、堀内健さん宅へ番組の一行が突入。その際に堀内さんのベッドのシーツに血や黒い汚れがついているのを見た石橋貴明さんが、汚ねえを連発。明らかにアトピーの悪化が原因であることは明らかであるにもかかわらず、突然訪問された上にそのような言葉を吐き続けられ、堀内さんは悲しそうな顔に。その姿が放映されると視聴者からは批判の声が続出していました。第10位、亀井絵里。モーニング娘。の第6期メンバーとして加入した亀井絵里さんは、もともとアトピー性皮膚炎を患っていましたが、芸能活動による生活習慣の乱れやストレスなどで悪化し、改善の兆しが見えなかったことから事態を重く見て、アトピーの治療に専念するために芸能界を引退したと言われています。引退後の症状の経過などは不明ですが、メンバーのブログなどに元気な姿で登場していることから、少しは症状が緩和されてきたのだろうとファンは安堵していました。第9位、加納栄子。独自の笑いセンスで魅了してくる加納栄子さんも、現在でもアトピー性皮膚炎やアレルギーの治療を続けていると明かしています。幼少期から全身が痒く、アレルギー数値は通常の人の約65倍もあり、基本口に入るものは全部アレルギーだと思うと語るほど、食べるものなどには気をつけているそうです。アトピーについてはこまめに経過などをファンに報告するなど、同じ疾患を持った方に寄り添う言葉遣いで勇気づけられたという声も多くありました。第8位、杉本彩。年齢を重ねても変わらぬ美しさの杉本彩さん。小学生の頃にアトピー性皮膚炎を患ってしまい、花粉症にもなりやすい体質だったそうです。しかし整体、鍼灸、東洋医学の先生たちのアドバイスで青汁やサプリメントを飲むことにより、徹底した体質改善に取り組んだそうです。現在ではほぼ完治しているといいます。第7位、織田裕二。俳優の織田裕二さんはアトピーの症状が悪化し、改善のためにドラマを降板したことがあると明かしたほど、かなり深刻な状態だったと自ら語っていました。体質的に肉を食べ続けると肌が不調になってしまうそうで、野菜中心の食事に切り替えて対策を図るなど、日頃から多くの努力を払っているそうですが、少しでもサボればアトピーが悪化すると悩みを吐露していました。第6位、菅野美穂。
女優の菅野美穂さんは生まれつき体が弱く、アトピーを患っていたことをインタビューなどで明かしています。さらにアトピーだけではなく、ハウスダストによる喘息も患っており、母親がダニを取り除いたり食事に気を使ってくれていたそうです。改善した方法については炭酸水でスキンケアを行ったり、基礎代謝を高めるためヨガを続けているそうですが、一時、役作りのために喫煙をしていた時は、一気に肌の調子が悪くなり症状が悪化したといいます。第5位、重森さとみ。赤ん坊の頃からアレルギー体質だったという重森さとみさん。アトピー性皮膚炎を防ぐためアルコールは摂取せず、食事にも気をつけているそうです。またステロイド剤とホルモン剤を長年利用してアトピーの悪化を抑制しつつ、銀歯をやめたことでさらにアトピーが改善されたそうです。またケアとして化粧水は市販のものではなく、すべて手作りしたものを使用しているとも明かしています。第4位、大野聡。嵐の大野聡さんも幼少期にアトピー性皮膚炎に悩んでいたそうです。嵐としてデビューした頃が特に苦しかったそうで、特に夏場は痒みなどの症状と戦いながら活動を続けていたといいます。現在はアトピー性皮膚炎を乗り越えたようですが、改善方法などは公表していません。第3位、今田耕司。お笑いタレントの今田耕司さんは肌が弱い体質でアトピー性皮膚炎を発症していたといいます。定時制高校を卒業した後は手に職をつけたいとの思いから寿司職人や美容師を目指していたそうですが、アトピーが原因で水を扱う職業はやめた方がいいと医師から忠告を受け、就きたかった職業を断念。結果的にはお笑いの世界で成功を収めましたが、アトピーの苦しみは非常にわかると語っていました。第2位、木村彩乃。清純派女優として2010年代前半にブレイクを果たした木村彩乃さん。一時期はアトピーが悪化して芸能活動を休んでいたほど、アトピー性皮膚炎で悩んでいたことを自身のインスタグラムで公表し話題となりました。対策として食事は和食中心にして、ビタミンやミネラル、鉄分が豊富なドライフルーツなどを積極的に摂取するだけではなく、化粧も化学成分から肌荒れになるのでナチュラルメイクに徹していると明かしています。またおでこや顔に髪の毛が当たらないように極力肌への負担は減らしているように心がけているといいます。テレビ番組で活躍する木村さんはいつ見ても美しいですが、裏では多くの苦労を抱えながらアトピーと戦っていることに勇気づけられる人も多くいるようです。第1位、加藤彩子。元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動中の加藤彩子さん。綺麗な肌が印象的ですが、幼少期からアトピー性皮膚炎に悩まされており、肌のかゆみで泣き続け、人目を気にして学校に行けなかったこともあるほど苦しんでいたそうです。もともと小麦や肉、さらに米の食物アレルギーを持っており、それが原因となってアトピー性皮膚炎が発症したといいます。食事療法と病院での治療を続け、何より家族の協力もあってアトピーは改善したといいますが、未だにアレルギーによりお肉は食べられないと語っていました。いかがでしたか。症状のみならず様々な場面で精神的にも苦しめられるアトピー性皮膚炎。皆さん様々な治療法や対処法を試されていますが、その人に合った治療法が見つかり改善したという人が多くいます。現在は医療の進歩により新薬ができたなどの報道もありました。一日でも早く多くの人が悩みから解放される日が来ることを願っています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。